はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね、三国志との連動イベント、コラボイベントか。さあ今ね、現在の状況なんですけども、こんな感じですね。必殺の秘伝書残り3色まで来ました。順調です。そして優勝回数は6回ですね。ガンガン勝ち進んでいきますよ。ランキング報酬もあります。さあ今回ですね、いろいろ優勝した時に報酬がすごくいいんですよ。もらえます。横取りチケットも結構落ちる。もしかしたら神イベなのかもしれません。そして時計もですね、一気にたくさんね復刻しています。なのでまあ、トーナメント勝ち進むのもね、今のところそんなに難しくありません。あとは挑戦者、さあそして試練がたくさんあります。霊戦者カイラの試練、これねスキル2がね解放されます。これも神入れなんじゃないの。さあやっていきましょうか。さあ挑戦者の霊戦者カイラ、プレイ条件があります。好物が与えられるということは仲間にできる。これはちょっとワンチャンあるのか。スペック的には HP が結構高め、攻撃も結構高め。早めにピーバーインして必殺技連発すれば35万ぐらいならワンチャンあるのかないのか。さあピーバータイム入りました。いきましょうか。今回プレイ条件的にはね、勇ましい、そしてプリッチとかね、強キャラ使えます。反撃が結構痛えな。さあ連発していって削り切れるのかな。22万か。なんかうまくやればいけそうな感じかな。微妙っすね。さあ攻略のヒント確認していきましょうか。特攻キャラが大鬼神のみということで、大鬼神ゲットしてこいよっていうことか。結構こう厳しいね。やっぱり特攻があると多分一気に楽になるんだろうね。さあそして荒れ果てた城、なんじゃこりゃ。ダッキー来ました。こんなところに封印系ですね。さあそしてパワーの封印する地獄ムズということで、今回封印は6個ですね。挑戦者を倒すと HP 減らす、お邪魔玉減らす、そして相手の HP 減らす、攻撃減らす、反撃、相手の HP ということで、今回挑戦者で封印していく系か。挑戦者強えな。でもな、さあ行きましょうか。好物が与えられるということは仲間にできます。さあそして三国志のキャラ以外はパワーダウンと HP 半端ねえな。桁が違います。ダブルゼータ、そして攻撃もやべえな。しかし種族制限がないので、まあ強キャラ染めていけば、まあ王族が使えますね。おそらく王族で行くのが一番簡単かな。おっとマジか。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、やばいっすね。攻略のヒント、特攻キャラを使え、もしくは封印ということで、ある程度封印していかないと厳しそうだね。逆に言えば封印していけばワンチャンあるのか。対抗棒か。そしてウィスパーと、そしていつものように特定キャラのダメージアップ。さあトーナメントやっていきます。さあ僕はですね、トーナメントはこんなパーティーでやっています。まあどんなパーティーでもねいいんですけども、ごく土の子持っていれば入れると獲得 Y ポイントがアップ。あとは技ゲージ溜まった状態でスタートキャラをね入れていけば高速でね勝ち進んでいけるんじゃないかと思います。来ましたね。さあしかしこれは持っている、色かぶりがね大変なんだよね。さあ優勝しました。さあ色かぶり残り3色。さあ
さあトーナメントは今のところサクサク進んでいけます。そして挑戦者がね今回多いんだよね。でそれを全て倒していかないと封印系がね進めることができないんで、まあ、いかに挑戦者を攻略していくか。来ましたね青色ページ。そして15ポイント少ねえな。さあ残り2色。さあ豆犬が見きました。豆犬はね時々強い時があります。さあ僕はですねちなみに横取りありモードでやっています。横取りバリバリでいきますよ。おっと緑ページと言いつつも横取りありモードでも最初の辺はですねそんなに取られません。まあ結局最後のお宝最後の2つぐらいがね結構厳しい横取り合戦になるわけなんですけども、さあまずはトーナメントガンガン進んでいって挑戦者倒しまくりでいきます。さあ残り2色進みません。おっと挑戦者来ました。挑戦者出まくりだな。意外と出まくりだぞ。さあそして今回の挑戦者はコマさん S 孫作です。プレイ条件があります。さあこんなパーティーでいきます。百鬼姫クロミ攻撃力アッププラスデカプニを作る。今回攻撃力アップが使えます。だからだいぶ楽だよね。そしてプニキュービジュンいくタップでデカプニ。そして極吹雪姫消去を使っていきます。中央消しプラスボーナス玉を作る。スキル2はまだ解放できていません。早く解放したいですねこれはね。そしてシュラコマ電炭使っていきます。フニを整理する。そしてフニアのソースをこれは新キャラではありません。さあこんなパーティーでいきましょうか。コマさんは挑戦者の中では比較的弱めと HP もね低めだしね攻撃も低めです。そして攻撃力アップが使えるのがでかいです。なのでまあここはですねサクッと倒して仲間にしていきたい。挑戦者だから難易度幅があるね。さあフィーバーインして必殺技ねバフを乗っけて連発でいきます。まあ言っても3万なのでそんなにね大変な感じではないと言いつつ舐めてかかるとやばいです。挑戦者今回挑戦者の数が多いからね1回逃すとなかなか次がね出てこない可能性があります。さあ攻撃力アップからのさあタップでデカプニー。さあこれでいったんじゃないの。さあ吹雪姫さあ好物与えます。ソフトクリーム。さあコマさん S ランクです。いきましたね。お仲間にすることができました。さあ意外と落ちやすいのか今回の挑戦者。そして12ポイント。さあコマさん S 孫作これは結構昔のコラボで登場したキャラだよね。さあ試練の報酬いただきます。神経験値玉。さあ青コインゲット。そして残り1ページ。最初のお宝は順調です。そして挑戦者来ました。次はなんだこれは。もちろん挑戦します。極オロチ周遊来ました。必殺技の効果無効のパターンか。プレイ条件があります。いきます。さあスペック的には33万ということで結構厳しいね。攻撃は1580まあまあですね。
さあ勇ましっぱでいきます。攻撃結構厳しいね。さあフィーバータイム入りました。ここで33万か。さあトリプルゼータやはり強い。天ぷらが好物と心地はすでに持っています。まあ、持ってるんだけどできればね限界突破もね狙っていきたいです。さあ大好物にゃんにゃんぽキャラ35万か33万か微妙っすね。さあ攻略のヒント確認していきます。小説ジュバニャン劉備。なるほど、やっぱ特攻ないと厳しいね。さあトーナメントやっていきます。まあ、ちょっと稼ぎながらですねガチャタイミングを見て特攻を引いていった方が良さそうなのか。おっと水色来ました。これは持っていません。さあそして15ポイント。さあ来やがれ挑戦者。挑戦者強えな。さあ優勝報酬はカレーパン。さあこれで必殺の秘伝書揃えることができました。やったぜ。まあ言っても最初のお宝だからね横取りなしで集めきりました。さあ次はスキルの秘伝書いきます。